前回の続きなんですけど、なんか修行者フィーバー、超越者エディラって何これ、完全に NPC じゃん。なんなのこれ、ボスエリアじゃないよね。ああ違うよね、まさかね。何これ、おい、また竜か。何これ、ボスかよ。立て続けにボス、立て続けにボス、何これ、音楽かっこいい、ちょっと音楽かっこいいかも。ちょっと動きのパターンを見ないとよくわかんない、動きのパターンを見ないと。基本はやっぱり敵の後ろにいた方がいいか。あ、やべ、なんかこれ突進来るんじゃね、違うか。なるほどね、火炎ブレス、すげえ、全然ダメージ入ってないんですけど大丈夫か。おい、行くぞ。さあ、どう来る。うわ、範囲広いな。しかもなんか毒属性、毒属性だし、まさかこんなクズどこの採用に。うわ、やばい、何これ、火なのか毒なのかよくわからん。てか尻尾切れるんじゃね。おお、突進か。これ突進した後もなんか尻尾に触れてたらダメージ食らいそうで気をつけた方が良さそう。やばいやばいやばい、結構範囲広そう。さあ、いけ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 、やばい、修行者フィーバーが死にそうなんだけど。いやー強い、首振り回し強い。いけ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 、いいぞいいぞ。これどこが弱点だ、弱点とかないのかこれ。うわー強っ、立ち回りがよくわからん。でこれで降りてきて、普通に降りて、あ違う、普通に降りるんじゃない、突進だ。3発入れたら退こう、退いて、おっつわ、やばい、食らった、範囲広、やばいやばい、うわきっつ、そのままコンボ技みたいな感じで来たな今。すげえ、なんかめっちゃ槍刺さってたよ、体にめっちゃ槍刺さってた。やばい、この投げ払いはきつい、腕の。なんだ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 、わかんない、今のは初めてだった、今のは初めてだった。なんか来ると思ったけど対応の仕方はわかんなかった。今のうちに、今のうちに飲め、やばい、終わった、間に合わなかった。あんだけしか動いてない、邪魔だ邪魔だ邪魔だ。多分投げ払い来るよなこれ、あ来ないか、首の投げ払いだ。これはこれは左側に避ければいいんだ、マジか、強っ、マジか。つかよく見たら顔しょんぼりしてる、なんかタヌキみたいな顔してんな、アライグマみたいな顔してんな。まずい、前に出ちゃった、前はね、前は都合が悪い、あんまり。やばい、避けられない、うわー、キッズコンボだ、コンボ技だ。ちくしょう、あのクソビッチ竜め、ほんとに、なんていう名前だっけこれ、誰だっけこいつ、眠り竜なんちゃら、もうさ、多分隙あれば攻撃できるんだよね、本当に。眠り竜進化、隙があればね、結構攻撃して、それで体力が削れる、防戦一方になりがちな敵ってわけではない、結構極めればいける気がする。やばい、これはあかん、あ分かった分かったぞ、一歩下がったら首振りだ、一歩下がったら首振りだ、首振りはいきなりは来ない、一歩下がる、一歩下がったら首振りだから、その対策として自分があれだな、一歩下がったら自分もね、相手に向かって進んでいくと。分かった分かった、一歩下がったら自分も進めばいいんだ。まあそううまくいくかどうか分かんないけどね。やばいやばいやばい、避けられない避けられない避けられない、そこいたら避けられない。よし、いいぞ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 、暗いこの野郎、ザコども。でこれで多分上がるよね、2、3回切ったら上がるんだよね。どこ行ってるかさっぱり分からん、居場所が把握できない、この飛んだ跡がいまいちわかんないんだよな。これ多分降ってくるよね、あ潰される予感がする、あ大丈夫か、うわっ
やばい、回復しろ回復しろ、やばい、首振り来るかも。あ、来ないか、首振りは来ないか。でも火炎ブレスでしょからの突進か。避けられた。右斜め前に進んでいけば避けられると。よっしゃー、避けられた。あー、火炎ブレス怖い、火炎ブレス怖い。2回切れるな。よし、嘘、投げ払い食らっちゃった今。今避けたと思ったんだけどな。火炎ブレス、よし、これは回復チャンス、回復チャンス。いける。もう一回作動した。あー、なんかやけにじっとして黙り込んでるなと思ったら、それか。隙を作れ、隙を、隙を作らないと回復できない。こっちが、あぶねー、ギリギリ食らわなかったぞ。よし、よし、分かった分かった、進行方向は把握できた。大体分かったよ、回避の手段が大体分かったよ。ああ、これはこれやばい、危ない、あ、カンカン、これはね突っ込める、いける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 、これはいけるいけるいける、いけるぞいけるぞいけるぞ。でここで、あ、ブレスくる、ブレスブレスくる、ブレスくる、ブレスくる、ブレスくるから、下がって、またブレスくるよ、またブレスくるよ、下がれ、また回避しろ回避しろ。よし、いいぞいいぞいいぞ、よしよし、いいぞいいぞ、よし、その調子だその調子だ、いいぞ。やばい、投げ払い来る、投げ払い来る、いや投げ払いは来ないか、投げ払いは来ないけど、いいぞいいぞいいぞ、いけるぞいける、来た、よし、よし、勝った、やった、自分の力でこう一人でね、もうやったか。眠り竜真のソウル、いやー、いやー、こう盾なしで DLC 盾を捨てた男、初めてボスを倒しました。何これ何これ、おお、深い王の、深い底の王の冠、まさにこの DLC の名前じゃん。古き王の冠はかすかな熱を帯びていると。え、なんじゃそりゃ、え、指輪か何か、冠だから指輪ってことはないか。ヨアの指輪ってこれ拾ったんだけど、たまにスペルを弾く、たまに確率か、まあいらないっすけどね。でも弾くところ見てみたいな一度。フリンの指輪、ああ。え、装備重量が低いほど物理攻撃力が高くなる。それってさ、要するに素っ裸にして武器だけ持ってりゃ、武器だけ持ってこれつけりゃ最強ってことだよね。身動きはね得られるけど、ただし防御力を捨てることになるということか。え、ちょっとやってみる、これ。え、どれだけ上がるんだろう、試しに。今現時点での攻撃力が、ちょっと待って、これ気になるね、すげえ気になる。え、検証してみよう、検証っていうか見てみよう。今つけると332まで下がっちゃう、重すぎて。ただ防具を外すと、全て外した状態でこの指輪をつけようとするとどうなんすかね、どれぐらい上がるんすかね。ん、ん、変わんないけど、ん、あんま変わんない、あんまっていうか全く変わんないですけど。ええ、装備重量だよね、装備重量が低いほど、装備重量っていうのはスタミナを上げれば装備重量高くなるんだよね。じゃスタミナに振りすぎてるから自分装備重量が高くなっちゃ、え、違うよな、現時点で装備してる重量のことだよね。え、どういうこと、物理攻撃力思いっきり下がったんですけど、これやったら。だって今 19.5% だよ、めちゃくちゃ低いでしょ装備重量。え、低いほど高くなるんだよね。え、これすごい気になる、ちょっと後で調べてみよう。え、 よく意味がわからないな、なんだろう、たまにスペル弾く、あれはなんとかの冠の、なんとか深い底の王の冠か、ここではないの、ここではないのか。ちょっと指輪戻しましょう。何の指輪だ、刃か、刃の指輪か。装備戻しとくか。この後どうすればいいですかね。とりあえずなんか一番最用に来たみたいな感じがあるんですけど、だって深い底の王の冠を求める DLC でそれを取っちゃったらね、
まあ結構難しかったですけどね、ボスね。ただなんだろう、このボスすごい面白いですね。攻略しがいがあるというか、ちゃんと動きを見極めればかわせるしね。自分ちゃんと見極めてたでしょ、見極めてたんか、あったら見極めてた感あったでしょ。てか冠なんだろう、頭装備かな、頭装備冠っていうぐらいだから、あ、本当だ、頭装備だ。これをなんか祭壇とかに捧げるとか、そんなことだろ。ちなみに装備すると、お、かっこいい、かわいい、かわいいですね。これどういう効果があるんでしょうか。オールナーすでに失われて、かつてこの地を、滑った王、深い底の王の冠、地の底で竜を崇める聖壁を作り上げた王は、竜を崇める聖壁ね、なるほどね、ありましたね、そんなの。エレナの、エレナを倒した後の聖壁か。竜の目覚めによって都と共に滅んだ。これあれか、周回すれば周回するたびにまたここに来れるってことか。わあ、いいですね。これね、ソウルシリーズ大好きで何周も何周もやり込んでる人にはたまらないんじゃないですかね。これって DLC でね、マップが増えるわけだから、単純に。うわあ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ歯応え、歯応えってかやり応えあった。これ難しいけど、難しいけど、その代わり、ヨアの、待って、ヨアの指輪ともう一回見せて、なんだっけ、どういう効果だっけ。あ、たまにスピル弾くか。いやー、難しいけど、すごいやりごたえがあって楽しかったですね。これで終わりなのかな。いやいやいや、まだまだ絶対、絶対全然終わりじゃないよ。だって、もう発見してない係人とかもっといっぱいあるでしょ。チャレンジルートとかもよく分かってないし、自分。でも、とりあえず、最大部分には来たんだよね。そういえば、この先の、一つ、まだ開けてないところありましたよね。ここ左に来て、ここ開けられるんじゃない、ここ。そろそろ鍵を、ほら。鍵手に入った。聖壁の鍵とかいう。うわ、うわ、うわ、いるいるいる。ちょ、待って待って。いるよ。こいつだけ？あかん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 。車前に。よし。おぉ、いますね。他は？こいつだけか。よし、行くぞ。宝箱開け放題やな、これ。猛毒？え？猛毒属性持ってたの、こいつ。あ、ちょ、ちょ、ちょ、待って。メッセージ読み忘れた、メッセージ読み忘れた。罠かも、罠かも。あ、大丈夫か。ん？干からびたね。これはメス。指輪万歳。ところで指輪万歳。指輪か。何の指輪だろう。何の指輪だ？雷の騎士の指輪。お、雷の騎士の指輪って、騎士の指輪って何する？初めてですね、騎士の指輪なんて。何だろう、どれ、どれだろう。雷の騎士の指輪。あ、これ、かっけえ、何これ。え？え、デザインめっちゃかっこいい。爪みたい。雷攻撃力を高める。あー、前にね、ハイデの槍でね、自分やってたんですよ、二刀流にする前。ハイデの槍はね、もともと雷属性のついてるので、あれだったらよかったのかもしれないな。今はもう使わない、使い道ないですけどね。なんでそんな干からびた根がいっぱいあんの。使わないけどね、自分ね。対人とかやんないし、あんまり。すごい干からびた根 だらけ。この上は何だろう。猛毒って書いてあるから、猛毒なのかな。この先猛毒に注意とか書くよね、普通。猛毒関係ないか。とりあえず登ってって、メッセージ。幻の画面？嘘メッセージ多すぎだろ、マジで。ほとんど嘘メッセージだわ。幻の壁に関してはほとんど嘘メッセージ。7割が嘘メッセージ。うわ、なんかめっちゃ変な音するよ。めっちゃ音するよ。うわ、後ろかよ。うわ、いやらしいわ。配置いやらしいわ。そっちにもいるだろ、絶対。いますよね。ああ、壊れそう、マジで。え、やば、耐久値もうない。どうしよう、この先敵が出てきたらオワコンなんだけど。どうしよう、敵が出てくる前に、なんか係火とか都合よく出ないかな。敵が出てきたら、ちょっと弓に変えよう。お、この先嘘つきがあるぞ。え、なんか嫌な予感がする。あー、嘘つき、何もない、上とか何もないか、大丈夫か、何もないじゃん、瓦礫じゃん、こっちも何もないじゃん、飛び越えられないじゃん。降りれるところは？これ松明ともせるよね、火ね。
灯すとなんかなるんかな。あ、ああ、あのかがり火は一番最初のかがり火か。新しいかがり火かと思った。なわけないか。どっかないかな、隠し扉とか。ああ、落ちちゃった。結構大ダメージ。ちょっと待って、これ左行けたよね。あ、右か。何これ、聖壁の都さ。あ、戻ってきたのか。なんだよ。は？え、何これ。あ、初めての場所か。ここ来てないもんね、今までね。え、やばいんですけど、武器の耐久値ないんだけど、おい。どうしろと、武器の耐久値ないのに、どうやって戦えと。やばい、武器の耐久値ないのに。もう弓だけで戦うしかない。弓だけで戦うしかない。ヘッドショット決めろ。ヘッドショット決めるんだ。いや、毒だな。ここは毒屋だな。お、交代してる。いいぞいいぞ。そのまま交代してから、こっち来んな。いいぞいいぞいいぞ。お、めっちゃひるんだ。いいねいいね。これ勝てるんじゃね。これ毒屋、毒屋だけで。よし、毒屋入った。毒入った。いいぞ。勝てるんじゃね、これ。あとは適当にこっち避けてればいいだろう。こっち来たとしても。わー、なんかめっちゃ強そうなんだけど。やだ。こいつ戦いたくない。いいねいいねいいね。いいよいいよ。そのまま死んじゃえ。そのまま。そのままそのまま。やばいやばい。来た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 。めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。やばい、やばい、危ない。え、なになに、今、なんか投げてよ、変な。え、なに。すげえ、弓矢だけで敵を倒すなんて初めてだよ、こんな黒ファンを相手に。オワコンだよ、お前、毒入ってんだろ、もう。毒が切れちゃったか。よし。よし。聖壁の鉄壁バル、あ、闇霊、鉄壁のバルとか、危ない。今、引っかかったの、落ちるとこだった。ピンチ。え、結構つな、おお、かがり火だ。お、やったやった、かがり火。おお、来た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 。やった。なんだ、なんか最後のボス倒しちゃったけど、全然普通にスルーしてたな。取りこぼし多いな。